皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。ドナルド・ジェイ・トランプ前大統領は、弁護士を通じて、丁重に次の命令を求める司法監視及び追加的救済のための動議を提出します。という文言で始まる、司法監督と追加救済の動議を提起いたしました。27ページの訴状を 紹介していくシリーズです。今日は第4回目になります。そして前回もお話ししたんですが、こちらの PDF ファイルが暗号がかかっておりまして、細工がされていまして、それを日本語にするための手続きにかなり手こずっております。そして今回も 日本語が正確じゃないところや訳が少し変かもしれないと思うようなところもあるかもしれませんけれども、とりあえず時間が早い方がいいと思いますので、完璧じゃない状態でご紹介していくようになりますが、ご容赦いただければ幸いです。それでは始めたいと思いますが、この道義は大きく4つに分かれていまして、 一つが前書きイントロダクション二つ目がバックグラウンドそして三つ目が論点最後に四つ目として結論があります今回は三つ目の論点の中の ABC と三つ分かれている中の最初 ADOJ 司法省の非常に異常な行為は基本的な修正第四条の懸念を引き起こします という項目について読み上げたいと思いますそれでは始めます3論点 a 司法省の非常に異常な行為は根本的な修正第4条の懸念を引き起こしますアメリカ合衆国憲法修正第4条には次のように規定されています不合理な創作や応酬に対して人 家書類所有品を安全に保管する人々の権利は侵害されず令状も発行されませんが正当な理由がある場合には宣誓または確認によって裏付けられ特に捜索する場所及び押収する人またはものについては「米国憲法改正第4条」「起訴前」 および裁判での証拠からの抑圧の様々な理由が利用可能になる前に、個人の権利を不当な捜索及び欧州から保護するメカニズムは、連邦刑事訴訟規則 41-G です。財産の不法な捜索と欧州に苦しんでいる市民のためのもの。政府は、 先生供述書の実際の内容を隠す必要があるため、先生供述書の公開に反対し、編集されたバージョンは価値がないと主張して、即時の問題の透明性に反対しているにもかかわらず、重大な問題があります。トランプ大統領の修正第4条の権利を示唆し、特別マスターの監視と証拠開示の支援による司法介入を求めます。 令状は表層的で広範囲。令状の範囲内にあるとされる他のアイテムの箱と物理的に一緒に見つかったという理由だけで、エージェントが書類の箱を押収することを許可することは明らかに範囲が広すぎます。最高裁判所と第11巡回裁判所の指示に従って、彼は修正第4条で 必要と思われる調査は可能な限り制限する必要があると要求しています。制限が対象とする特定の悪は侵入、それ自体ではなく個人の持ち物を調べようとする一般的なものである、括弧クーリッチ403を引用。実際、植民地時代には一般令状によってその種の G の選索が許可されていましたが、 これは修正第4条が明確に排除することを意図しています。一般令状の権限のもとで行われた無差別な創作と押収が犯罪の枠組みと採用の動機となった差し迫った悪であったというよく知られた歴史です。修正第4条。さらに個人の書類、写真、衣類などのアイテムが入った箱は定義上密輸品ではないため 合法的に押収することはできません実際、わららっと捜査の広範な範囲は修正第4条の特殊性要件に違反しており、そのため令状は赤い高頭を着た兵士がそもそも要件の必要性を生み出したため違憲として禁止された一般的な捜査を許可しました。政府は不当に回避しようとしました。 大統領記録法施行の制限大統領記録法施行の制限トランプ大統領による15個の NARA ボックスの返還国立公文書ボックスの返還に関する調査には大統領記録法 PRA に該当する文書に関する質問に基づいて司法省への公文書館の紹介が含まれていました。しかしか 大統領記録法は大統領が任期中の記録を事実上完全に管理することを大統領に認めています。アームストロング対ブッシュの例、PRA 大統領記録法には刑事執行メカニズムや罰則はありません。44USCAJJ22012209 を参照してください。DOJ の 司法省の国家安全保障局は、その欠陥を認識し、この事件を国家安全保障資料に関連するものとして再分類することを決定しましたか関連して、そして重要なことに、NSD と FBI は PRA <laughs>、PRA、 大統領記録法における執行メカニズムの欠如を回避するための努力として、押収しようとしている文書の種類を誤って特徴付けましたか政府による捜査令状の無謀な追及は、修正第4条の下で十分に確立された抑圧の基盤を暗示しています。 最高裁判所の宣令を支配するもとでは、捜査令状は個人の修正第4条の権利を侵害し、宣誓供述書で宣誓供述書に重大な虚偽の陳述、または重大な省略がある場合は無効となります。フランク・ダラウェア、1978年。 DOJ 司法省は大統領の協力の真の範囲をその先制供述書から誤って特徴を付けたり省略したりしましたか匿名の政府情報源による報道はこの疑問を提起します。さらに、令状の先制供述書は令状を取得する際の公実的または二重の目的を公正に開示しましたか例えば、 財産の領収書は、押収された文章を詳細に特定することはほとんどできませんが、ロジャー・ジェイソン・ストーン・ジュニアに対する、寛大で寛容のエグゼクティブ・グランドとラベル付けされたアイテムの押収について言及しています。これが、 違法な一般捜査であったことを示すことは別として司法省が政治的に役立つ文書を探し回ったり6月6日の調査同様にトランプ大統領の再出馬を阻止するための他の取り組みを支援したりできるように単にテントの下にラクダの花を置きたかったことを示唆しています。興味深いことにに捜査令状宣誓供述書を開封する道具に対するる対 政府の対応において、政府は先生教述書を公開することは、この調査及び他の注目を集める調査を危険にさらすと主張している。ケース 9-22MJ うんぬこの言い回しは、 司法省が単に分類マーク付きの文章を収集する以外に別の関心を持っていることを示唆しています。最後に、捜査令状によって参照されるものなどの国家安全保障法の要素及び分類と機密解除の管理プロセスは複雑です。重要です。先生、教授書は 文書の機密を解除する大統領の包括的な権限だけでなくこれらの法令の制限を完全に開示しましたか先生教授書はこの検索で求められた文書が機密解除されたことを示す知識を持つ人々による公式声明があることを開示しましたかこれらはフランクスに関係する重大な省略のタイプであり トランプ大統領の修正第4条の権利の明確な侵害を立証する可能性があります。政府は長い間、ドナルド・ジェイ・トランプ大統領を不当に扱ってきました。FBI と司法省はトランプ大統領を他の市民とは異なる方法で扱う意欲を示してきました。2年間にわたる創造し、ロシアの共謀、調査により、 特別検察官は偏見のある FBI 捜査官と当局者を発見しました。FBI 捜査官が情報ロンダリングに従事しているという話で、解雇された情報提供者が司法省職員を通じて大統領を調査するために FBI に虚偽の情報を提供し続け、FBI 法律顧問の弁護士でさえ、 外国情報監視法令状の侵入を裏付けるために文書を改ざんしました。当時のトランプ候補の側近 FBI の副長官はトランプの捜査について繰り返し嘘をついたとして起訴され主任捜査官ピーター・ストラックと彼の愛人リサ・ペイジの間のテキスト交換はトランプ大統領と彼の支持者に対する 彼らの完全な軽蔑と偏見を反映しています。彼らはロシアの茶番劇凶暴の主張を調査することを任されました。政府からのさらなる情報がない限り、トランプ大統領は現在、ロシアの名誉毀損問題に関与している FBI エージェントが現在の状況で NST 国立公文書館に参加しているかどうかを評価する能力を持っていません。歴史的に法執行機関の代表者は調査の必要性や目撃者の安全のために潜在的に機密性の高い資料の非開示に反対する傾向があります。しかしトランプ大統領がその目的の一部であるという最近の FBI の行動に照らして 当裁判所は DOJ、DO 司法省の主張を単に信頼するのではなく率直さと透明性を要求する義務があると感じるべきです。規則 41G の提出を裏付けるのに必要な情報を弁護人に提供するための公正なアプローチを揃えた特別マスターの任命はそのようなデリケートな問題に関する当裁判所の権限の 適切な仕様です。以上、ここまでです。この次は、論点の B、当裁判所は申し立て人の憲法上の権利を保護するために特別マスターを任命すべきです。というところから、またご紹介したいと思います。分かりにくいところが少しあったと思いますが、申し訳ありません。ご容赦ください。それではまたありがとうございました。